円安に向かう中で日本株投資は何を注意すべきでしょうか。そうですね、まあ注意というか、今の直近で言うと基本的には強いと思っていますが、前からこれは申しておりますように、とにかくバリューの高い株ですね。もう配当取りは終わりましたけれども、3月の配当取りっていう面では今日の相場ですぐに配当取れるわけではもちろんないんですけれども、基本的に株を長期で持つということからすると、まあ、配当利回りも高くて、業績も良くてですね、という銘柄がまだまだたくさんございますのでね、で PR の割安の銘柄、そういったものに基本的にきちっと投資していっていただければいいと思うわけですね。ですから、まあおそらくですね、ちょっと自動車株にしても輸出産業の業績が、まあちょっと為替だけでかさ上げされたのをそんなに喜んでるつもりは私自身ないんですけれど、ただ数字的に言うと、もうとんでもないすごい決算になる可能性は高いのかなと、こんなふうに思っています。